はい、どうも皆様こんにちは、グリードです。というわけで、今日はですね、皆さんこれ知ってますか？これヤングジャンプですよ、ヤングジャンプ、こちらのヤングジャンプの方に、僕のインタビューが掲載されてます。ですね、今日発売の4月23日の今日発売のヤングジャンプです。発表がね、ちょっと今日になってしまってちょっと申し訳ないんですけど、前日とかに発表することはできなかったんですが、今日です、今日発売のヤングジャンプ。はい、こんな感じで載ってます。すごいカラーもあるんですね。嬉しい、すごいカラーと、まあ、インタビュー記事が、まあこっちの方にインタビュー記事がありまして、1、2、3ページにわたるインタビュー記事なんで、結構ボリュームありますよね。すごいですね。内容は COD と、まあ、学生時代のこととか、あとスポーツと e スポーツの違いだったり、まあ、普段の時間の使い方だったり、まあ、あと本番とかのこうメンタル面どうなのかとか、チームの中はどうなのかみたいなことをね、まあ、ちょっと話してます。あんまりこう動画とか配信では本当喋らないようなことをね、結構喋ってると思うので、まあ、買う価値はあるかと思います。まあ、皆さんにとって、まあ、でも一番嬉しいのはこの商品のとこじゃないかな。商品結構豪華なんですよ。めちゃくちゃ豪華だね。てか、コールオブデューティーの新作と、サイン入りユニフォームと、アイマッサージ。これは僕用かな。で、アストロゲーミングヘッドセット、プラスアンプ、どっちもついてる。で、DX レーサーさんのゲーミングチェアと。すごいですね。こんな豪華で大丈夫なのかな。で、まあその、応募方法ですね、応募方法。このね、あの、ページの最後にあるこのハガキですね。ハガキを記入して応募するんですけど、この愛読者アンケートっていうところの23番の、ね、この僕のプロゲーマースペシャルインタビューってとこに23番をね、チェック入れてくれたらね、ここに書けばいいのか。面白かった作品ベースト3を条件のリストよりってやるから、もう1位にね、23番。ぜひ書いて応募してください。あとこの深田恭子をまた見たいですかっていうところにも、1番のハイにチェックお願いします。大会中はいわゆるゾーンに入るみたいなことが結構ありますなんて言ってはりますけどもね。今回のインタビューね、なんかすごくね、マニアックな質問があるんですよね。で、なんでかっていうと、このインタビューをした時の記者さんが僕のことを知っててくれて、というかもう視聴者さんで BO3 の頃から見てますっていう方だったんですよね。だから結構ね、ちょっとマニアックな質問もあります。まあ、一つ取り上げると、e スポーツの場合は流行りの作戦がどんどん変わっていくイメージがあります。意見が割れて明確な正解がない場合はどう収束させるのですかみたいな。で、まあ、この質問の回答は、まあ、動画とか配信では多分絶対言ってないこうチーム内の、まあ、揉め事もしますよみたいな、そういうストーリーを話してたりとかね、します。でも、まあ、全体的にはこの COD とか e スポーツを知らない人向けの、まあ、インタビュー記事になってるので、まあ、僕はちょっとあの親に乗ったよって言ってちょっと紹介しようかなと思います。というわけで皆さん、今日発売のヤングジャンプね、ぜひ買ってください。あとね、できたらこの商品もね、ぜひよろしくお願いします。応募の方とね、チェックマークも忘れずにお願いします。まあ、このインタビューの最後にも言ってるんですけど、本当最近こうゲーム以外のお仕事がちょくちょく入ってくるんですね。このヤングジャンプのインタビューもそうですし、この僕がいつも着てるこの服もあの提供してもらったりとかね。特に今回のこのヤングジャンプさんのインタビューが一番いい例かもしれないんですけど、なんかこういう風に、まあ、COD とか e スポーツを伝える人、今までその COD とか知らない人に伝える人みたいな、ね、ことをね、今後できたらいいなと思ってます。なので皆さんね、ぜひ買って、あとこの動画も高評価よろしくお願いします。じゃあ今日はこんな感じで、お疲れ様でした。バイバイ。ちょっと心配、あのこれ動画にしていいのかな。なので今回ね、めちゃくちゃシンプルなんですよね。I'm not ready. If I'm not ready.